内山交渉老子提唱摩訶般若波羅蜜第2回昭和54年10月20日京都総選寺にて収録。昭和現像摩訶般若波羅蜜漢字財菩薩の行人般若波羅蜜多寺は本心の正見御恩開空なり、御恩は四季十相行四季なり、五枚の般若なり、正見これ般若なり、この終始の開演現状するにいわく、四季即是空なり、空即是四季なり、四季是四季なり、空即空なり、百相なり万相なり般若波羅蜜十二枚これ十二の十二入なりまた十八枚の般若現二微絶身四季昇降未速報および現二微絶身に四季となりまた四枚の般若あり九州滅道なりまた六枚の般若あり伏せ上界安忍精進上旅般若なりまた一枚の般若波羅蜜二根現状せりあのくたら山脈三菩提なりまた般若波羅蜜三枚あり過去現在未来なりまた般若六枚あり地水火風空四季なりまた四枚の般若世の常行わる行住座がなり釈迦牟尼如来の絵中に一人のビッシュあり密かにこの念をなす我まさに人人般若波羅蜜多を将来すべしこの中に諸法の消滅なしといえどもしかも海運上運絵運下脱運知見運の施設家督ありまた夜か一来か不言かあらかんかの施設家督ありまた独覚菩提の施設家督ありまた無常消灯菩提の施設家督ありまた仏法僧帽の施設家督ありまた天明亡林道場類の施設家督あり仏その念を白示してビッスに告げてのたまわくにょでにょで人人般若波羅蜜微妙にしてはかりがたし二根の一ビッシュの切磋是念は諸法を将来するところに水無消滅の般若これ将来なりこの消灯将来時ちなみに施設家督の般若現状せりいわゆる会場へないし道場類等ないこれを無という無の施設格のごとく家督なりこれ人人未明難識の般若波羅蜜なりあそこまで、この前消防源摩訶般若波羅蜜題名のお話をしたわけですが今日初めての方もいられるだろうしまあこの前来ていられた方だって聞いてる時だけは何か分かったような気がするけど帰ってみると何だかわけわかんないという方多いんじゃないかと思うでまあ一応この前お話ししたところをもう一遍ちょっと繰り返してお話しながらですね今日のところへ続こうその大体ね摩訶般若波羅蜜のこの摩訶っていうのが一
一番くせ者なんですね。で、大体言語でマカっていうの、これを訳すと大という大きいっていう意味なんだけど、この大きいっていうのが普通いう大きい小さいの大きいじゃないんだっていうことというのはね、我々普通はこのいつでも、概念を形成して、そしてその概念と概念との間でその大きい小さい言ってるわけですね。これこの前もお話ししたけど、これ最近の私のこの一句は掘り下げた話だ結局はね。要するに我々ほやっては赤ちゃんで生まれた、赤ちゃんで生まれた時に、うん、これ真っさらのあの世界に出会ってんですよね。これはわかるわ。ところがそのうちに赤ちゃんがようやっとこう目が見えるようになってみると、いつもこうなんか同じような顔が現れる。そしてなんかこうぷっくりしたんでちょこっとこう出てるやつ、そこであの吸い付くとチューチューとこうね、あの飲める、そういう結構なものをいつもこのところへ押し付けられるって。そうするとこれ同じような顔だね。でそれがこう赤ちゃんの頭にだんだんこう同じような顔だなっていうの、そこへ持ってってね、まあ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 って言って、あのまた親がね、あの自分の顔を教えるわけだ。名前を、名前を教えることによって、これがお母ママっていうね、その特別な、うん、同一の人なんだと、こういうふうに抽象するわけ。まっさらな世界だったらね、昨日のお母さんの顔と今日のお母さんの顔とってね、明らかに違ってんの、新陳代謝しているんだからね。それでその生命の実物世界では全くいつでもこう変わってる。それなのにその同じような顔を同じとしてこう同一概念で、それでママっていうのを覚えるじゃない。それから今度こうふっくらしたやつでこう飲める、これをパイパイって言って押すと、あパイパイって言うんで、これまた一つの概念を形成して、でおっぱいを覚える。それからだんだんこう、だからね、人間の子供っていうのは、赤ちゃんっていうのは、赤ちゃんからですね抽象するっていう、生命の実物に対して何らかの意味で抽象する能力があるんだ。それと同時に親の方はその名前を教えて、その抽象力をね、こうあの引き出してくるっていうかね、そこでこう小さい時から教えられてくるんだ。そしてね、出来上がった世界が今我々の見ているようなこう世界になってくるわけね。でこうところがね、それでまあみんな、一つの世界っていう、この世界っていうのも一つの概念、それから人類って人っていうのも一つの概念じゃないですか。たくさんの顔を見てるうちに、ああこれが人だとね、で犬じゃない、ワンマンじゃない、これ人というふうにまとめてくるの、抽象してくるのが一つの概念ですね。そしてそのギリシャ哲学なんかは、ギリシャ人なんかはね、その抽象するっていう方へどんどんこう発展していって、本当の存在はその抽象性にあるということですね。で抽象した
その純粋な抽象っていうのをいかにこの極限までいくか、そしてからの、まあ、プラトンのイデアっていうようなね、これ本当の抽象されきった、それこそが真実在であって、例えば円っていうのね、丸いものはみんなこれ丸いよね、丸いものたくさんある、ところがそういう丸いものからその円っていうものを抽象する、円とは中心から遠距離の点の軌跡っていう、円の定理みたいなもの、そういうのが純粋存在なんだ。普通あれしてる丸いものはそれに似せたものですね、似せて作ったもの、似せて描いたものって、そういうふうに今度は丸いものっていうのは本当に存在するもんじゃない、偽物なんだ。で、本当は円そのものっていうのが真実だって、こういうふうに、まあギリシャ的考え方だったらそうだから、あのギリシャ人なんていうのはそういうのは徹底してるから、あの美人の典型っていうのね、そういうの考えるじゃない、そこでヴィーナスっていうのを考えるのね。ヴィーナスっていうのなんかは実際にはいないね、このそのあらゆるバランスがこう本当にそのこれが美の極致っていうようなものを考え描いてるじゃん、あの彫刻でもね作るわけ。ところが、うん、まあギリシャの方はそういうふう、そしてそういうふうにこう抽象するのを形式っていうね、それに対してあの抽象される以前のもの、そういうのをあの質量っていう、で抽象純粋形式と同時に純粋な質量っていうのも考えてくると、まあアリストテレスなんかは純粋質量って言って、これはもうその言葉ではもう掴めない、掴む以前のものと、こういう意味ですね。ところがね、仏教の世界はね、そこのところがガラッと違ってるんだってこと。今我々の見てる世界はその西洋的考え方の方が多いからね、今の我々の頭の構造は、おいで大体まあ西洋的なそういう純粋あ形式と質量との関係で見てるとしたら、そして形式の方が本当だとこう思う方が多い。ところが仏教のね見てる世界は全く違うんだってこと。その今言う抽象する生命の実物そのものを見るっていうんであって、もう抽象されたものは生命の実物じゃないんだから、それじゃあ純粋質量かっていうと決してそうでもない。抽象する力は事実人間の生命力だ。そこでもってね、単なるアリストテレスの言う純粋質量と仏教の見てる世界とは違う。仏教の見てる生命の世界っていうのは、そのそういう、全く抽象されたものじゃない。しかしながら抽象する力は事実我々備わってんだからね、これやっぱり実物だ。そこでねちょっと話が複雑になって分かりにくくなるその辺からね。しかしながらまあこれまた、私いつでもこれ繰り返しますからね、あの繰り返しているうちにこうだんだんなるほどっていうねのが映っていくところがあると思うんですが、仏教の見てる世界はそこなんだです。要するに生命の実物なの。この生命の実物っていう限りはね、もう私は私だけの生命体験の世界で、
でいつも言うけれど、このコップって言ってもね、あなたの見てるコップと私の見てるコップと明らかに違う。私は私の角度からだけしか見ていない。それで私の視力と、俺まあ老眼が始まってるからね老眼が始まってちょっと蚊が飛んでたりなんかするけど、あなた方の見てるコップっていうのはあなた方の角度から各々の視力でもって見てると、コップって言って同一のコップっていうのがみんな考えてるけど、そうじゃない、生命の実物から言ったら全く違う世界あのものを見てる。コップ一つでもそうなら、みんなこれ黒板でもこういうのみんなね見てるあれがみんな違うんですよ。そうすると私の住んでる世界とあなた方住んでる世界とみんな違うじゃない。これ事実、私は理屈がうまいからねそれでそう言えばそう思うじゃない、結局ね。ところはそれじゃあ思うことは同じかと思うじゃない。ところはそうじゃない、私が喋ってる言葉、皆さんがどういうふうに受け取ってるか、これまた別々なんだ。それこそ、あ、そんなものかなと思って聞いてる人もいるだろうし、またうち帰るとポーッと忘れちゃう人もいるし、これおのおの違うんだ。そうするとね、みんな私は私だけの世界も、これが生命の実物、あなたはあなたの生命の実物、ほいでこれ私は私の生命の実物を持って生まれてくる。で、あなたがまたこの生命の実物を持って死んでくる。そういう世界ね。みんなそうです。そういう世界はだから比較する世界じゃない。私、義理の私。私の生命の実物ってね。これ私の生命の実物はもう人一切。これを人一切事故っていうね。人一切事故のこと。人一切生命、生命切りの生命で、生命切りの生命、事故切りの事故って言うとね、それじゃあ事故っていう言葉使わなきゃいいようなもんだけれど、使えないわけなんだけど、まあしかし一応この、字と他とってこうね、概念的な字と他と、それを持ってきて言ってんのね。うちでも本当は子供が生まれると、その一家の中でお父ちゃんっていうお母さん、奥さんまで言うじゃない。奥さんのお父ちゃんじゃないわけなんだけど、それでもお父ちゃんって言われた。そのおばあちゃんまでもお父ちゃんって言うじゃん。それでね、これはまあそういう意味の事故だね。一応こう字とたとって対している、これ事故切りの事故って、もう生命切りの生命なんだから、これも事故とは言えない。事故っていうのは字とたと対して事故なんだ。そういうような人一切生命は事故、人一切事故、これは比較できないからね。比較できないものが本当の大なんだ。で、そのあれとこれとって言って比較して大きいっていうのは中途半端な大きさだ。で、今仏教の言う言葉はいつでもその中途半端な言葉は使わないからね。で、大って言ったらもうそれで人一切事故のこと。その人一切生命をですね、これ我々いつでもこうして生きてるっていうのはあれかこれかっていつでもこう分別しながら生きてるわけですね。その分別全くなしに生きるってことはできない。それは物体そのものとか、それから植物にとっては分別っていうのはないかもしれない。だけど人間生命である限り何らかの意味においてその分別しながら生きてる。
その分別する地盤がいつでもその今言う概念同士の分別で生きてるんだけど、ところが今般若っていう場合は人一切生命っていう地盤で分別するんだ。人一切生命っていう地盤でその知恵を働かすっていうのはそういうことね。それでまあ摩訶般若波羅蜜っていうのはそういうことだっていうことをこの前お話したんだ。で今日のところはこの終始の開演現状をするにいわく色即是空、空即是色なり、色是色なり、空即空なりということなんですがね、これ大体色即是空っていうの、これ色即是空、空即是色っていうの、まあこれは日本人だと、新聞の記事なんかにも時々社説とかなんとかっていうのにこう出てくるからね、よっぽど意義がだった言葉だ。これまあ般若心経に出てるから、般若心経のっていうちっちゃい短いお経だから日本人はまあみんな、読む人が多いもんね。それで色即是空、空即是色っていう言葉を使う。これを色をすなわち、これ空、空これすなわち色って読んじゃうと話がちょっとおかしくなってしかしこの色即是空、空即是色ないと、これはだから色即是空、空即是色っていう世界は今言う生命の実物の世界のこと、言葉です。この生命の実物ではあらゆるものがすなわちこの空である、空なるものがすなわちあらゆるものだ、こういう意味ですがね。これお釈迦さん時代はね、この前もちょっと話したけど阿言経にですね、まさに色は無常なりと観ずべし、格のごとく見るものはすなわち召喚すとす、召喚するものはオンリー生ず、これね色は無常だって言うんですね。無常と見るのが正しい見方だ。召喚で無常なるものはね、オンリー生ずって、オンリー生ず、オンリー生ずるものはね、気とんつく、気とんつくるものは心下脱となす、でするものはオンリー生ず、オンリーするものは気とんつく、気とんつくるものは心下脱すと説く、格のごとく重層行識は無常なりと観ずべし。でまたそのあえて、そのオンリー生ずから気とんつくで、格のごとく見るものを召喚すとすと、これがね阿言経に初めに出てくる言葉です。確かにお釈迦さんの頃の説法はこれだったと思う。全てが無常なんだ。ことにインドの修行者たちにとってね、一番大問題はね、淫欲だったんだね。この淫欲っていうのも時代性があってね、このお釈迦さんの時代はもう淫欲をいかに抑えるかっていうのが大問題だったと見えるね。で今の我々にとっちゃ淫欲ぐらい何でもないんだね。の何とか裁判っていうんでも、もう際どい話でも、際どいっていうか そのものの話書いてもそれは猥褻じゃないっていうんだから淫欲ぐらい猥褻とは思えないんだ。
ところがお釈迦さん時代はそれこそもうちょっとしたことでも猥褻なんだね。今のインド人でもそうだっていうもの、インドの映画っていうのはそのインドは映画の盛んな国なんだそうだね。アメリカに次いでの映画国だっていうけど、そのインドの映画見てるともうのまあ男の人と女の人とって言って出てきて、そして最後はこう手をそーっと握るっていうのね。そうするとね、もう見てるやつはもうカッカしちゃって、わーついわーついって興奮するんだっていうから、やっぱりインド人はそのあれなんだね、淫欲が旺盛っていうのかね。我々じゃ手ぐらいに行ったからってそうどうってことないと思うんだけどそれだけもう麻痺してるんだ。で我々よっぽど麻痺してんだと思うけれど、お釈迦さんの時代その淫欲を抑えるって言って、いかに淫欲を抑えるか、全てのものは無常で、どんなに美人でもこの、どうせ、だんだん年取っていって、そのおばあちゃんになって、最後はその衰えて死んで、そうすると今度山に捨てると、鳥や狼やなんかが来てもうみんな肉食って、最後には白骨が残ってるってね。そういうのを見て、これオンリーショーズル、わあこんなの汚らしいものか、それでそこに喜びとかむさぼりとかっていうのはなくなる。そしてもうどんな美人を見てもその淫欲を起こさないと、こういうようなのね、神下脱すと説くと、まあそういうお釈迦さん時代の初めの説法は それだったらしい。だから全てが無常だって。ところがね、また増安言の中にこういうお経もあった。お釈迦さんが亡くなってから滅後何十年か経ってね、ある陸が、陸ってお盆さんがですね、まあその時代から私みたいなやつはいたと見えるねそのああもう飽き飽きしたってね、なんかっていうと式は無常なり重創業式は無常なりってね、もうそんな説法は聞き飽きたって、なんかもっとねピンとくるその説法をしてくれる人はいないもんかって言ってね、言い出したやつ。そしていろんな人に聞いて歩いたら、その式は無常なり重創業式は無常なりって、それ以上の説法をできる人はいないんだね。ところが一人のやつが教えてくれた、阿南尊者はお釈迦様在世時代からずっとついてまだ今生きてるんだし、で阿南尊者だったらお釈迦様時代のその説法でもっとピンとくる話してくれるかもしれないって言うんで、阿南尊者のとこ行けって言われたんだね。それで阿南尊者のとこ行った。もうその頃阿南尊者ももう70か80年寄りになってたんじゃない。それで阿南尊者に、私はもう式は無常なり重創業式は無常なりって言ってね、無常なるものはオンリーショーズ、オンリーショーズればキトンつくって、これを神下脱すと説くって、そういうようなお話はもう飽き飽きしたんです、もっとピンとくるお話をないもんですかねって言って阿南尊者に言ったのね。そうしたら阿南尊者が、おおそうそう、そう言われれば私は思い出した、可仙年尊者っていう人がいるんだね、十大弟子の中に一人、可仙年尊者がこのように言ったっていうんで出てくるお経がですね、如来は中道を説く、中道ってこれですね、如来は中道を説く、如実に、この如実って言葉がね、この今言う
今私の言った生命の実物をっていう意味ですよ。如実に滅を召喚するもの、右肩小絶だ。如実に十を召喚する者は無権を消絶だ。如来は中道を説く、こういうお経ですね。これはこの下仙年尊者 の説として出てる、これ図案の中にただ下仙年尊者の話としても お経としても出てますが、今言った滅後数十年経ってからのその陸の話としても出てるね。これはこのお経だけでね、もう阿吽経の仏法っていうのがよくわかるね。仏法っていうのはざっと相続してんだ。要するにね、あらゆるものは滅びてなくなっていく。その限りはね、全てが絶対に崩れない実在だっていう考え方はできないってことです。右肩小絶っていうのはね、全てがあるとは言い切れない。あらゆるものは崩れてなくなっていくんだから、滅するんだから。ところがそれじゃあ何もないのかっていうと、そうじゃない。事実こうして如実に樹を観察するもの、これ何らかがこう集まって一つのものが事実今あるんだからね。だから無見性でないとは言えないってことですね。この樹と滅とって、これが大切だ。この樹と滅と、この樹と滅とっていうのはね、これをね、後には因縁化和合、こういう要するに集まったり滅したり、集まったり滅したり、これこの前も言ったけど、そのあらゆるものがね、これ渦みたいなもんですよ。こういうふうにこういうふうに言って、こういうふうに流れていく、こういうふうにね、の川の中の渦みたいなもんだ。雲なんかでもそうだ。雲なんかもあれ、ただこう水滴がふーっと集まって、そしていかにもあるみたいな。ところがまたふーっとあれしても青空になっちゃう。我々がの何権力とか金とかって言ってね、それの取り合いにお騒ぎしてんじゃない。騒ぎ老子が言ったね。何雲のちぎり合いみたいなもんだって。雲を引っ張り合ってるようなもんだって言って、いかにもこれ話が生き生きしてんじゃない。あらゆる権力とか金とかね、地位とかっていうのを取り合いしてるって言って、雲を引っ張り合ってんだよ。ふっと消えてる時は消えちゃうのに、それを
なんていうかな、電気飴引っ張ってるようなもんだ。で、これをね、の凡夫はみんなこれあると思ってやってるんだ。金でも地位でもね、権力でもって言ってみんなあると思ってる。ところがそれはその因縁けわも。で、これをね、後には今度はこれを食うというようになるんですね。これが食うっていうのはそういう意味。皆これ因縁和合の性なるがゆえに無事性なる。これみんな因縁和合のもあれだから無事性なんだ。事性がない。無事性がなるがゆえに卑怯空なる。つまり結局は空だ。こういうの、これは大事度論の牧野35に出てる。それから因縁諸生法、我すなわちこれ空を説く、空と説く、また名付けて化名となす、またこれ中道の義と、これはあの第一度論の牧6にも出ているし、中論の牧4にも出ている、これ有名な言葉だ。因縁諸生の法、あらゆるこう因縁でできている法ですね。我すなわちこれ空と説く、また名付けて化名となす、仮の名前だ。それこそ赤ちゃんがお母あのママって言うけど、これ仮の名前だ。で、またこれ中道の義、中道っていうのはそういうないでもないあるでもない、そこにしかし渦は渦として見てる、これが中道だね。こういう、まあ、仏教のあれはそういうふうに続いてきてるわけですね。今日ちょっと失礼してちょっと長休みします。ちょっとしょんべんがいい出てくるしちょっと失礼。要するにね、ないわけじゃないけど固定した事象というものは これって捕まえられるものはないっていうことね。これを全て渦みたいなもんで、また雲みたいなもんで、で固定した事象として捉えられないけどしかしないわけじゃない。まあそういうこと、これが生命の実物なんだ。これを色即是空、空即是色っていう、これどんな美人でもね、この、その人を一生これ駒落としフィルムで見てみたら、これをまあこの花のごとき、こう美人がのほにゃって生まれてからですね、むくむくっと大きくなって花のごとき美人にこう花咲いた、それと同時にまたあのシワがくちゃくちゃっとできて、そして最後にはあのほにゃってして死んじゃうんじゃないかの、そういうふうに見てみれば確かに色即是空、空即是色だ。ところでね、これ理屈としては一切は空なんだ。実際に。ところがね、我々の実際としてはどうかっていう。これ、本当に全ては色即是空、空即是色っていうの、だから、恩理生じ、それで祈祷を作って、そこまでそういうふうに行くかっていうとね、そうじゃないもの。ひとときの花がよろしいって、ひとときの花をめでるっていう、そういうような精神のやつが多いもんね。それで、それだから困る。それっていうのは、そういう、あれだ、色も空も、あれ、結局、こう、一つの実体的なものとして捉えようとしてるからね。これが我々の目だ。その学校のね、その、生理学 の時間に先生が、その人体の 80% までは水分である。我々がこの
こういう体を持ってるのは、いわば水分に対する表面張力みたいなものであるって言ってね、抗議したんだね。そしたらそれ聞いて、なるほどってね、学生たち感心して、授業が終わって、それで外へ出たら、また素晴らしい美人が取りかかったって思う。そうしたら、それにしてもこの表面張力傑作だなって言ったっちゅうけど、まあそうだね、我々の目はそうだ、表面張力だけで事実に行動しているんだから、で これをどうするかっていうね、これからの話はそこが大切なんだ。この間ね、その若いあのお嬢さんが来たんだ。このお嬢さんが、まあ、心優しい人だもんだから、私はこの看護婦さんになろうと考えて、そしてあの看護婦学校行ってあのやってたのね。そうしたところは、一番初めにつけさせられたのは、がんの病人で、立て続けにがんの病人にその付き添わされたらしい。そうすると、がんの人が最後にもう苦しみながらね、死んでいくっていうの、それをこうの看病してて、初めはまあ本気で看病してたんだろうけど、それがちょっと度重なると、あれなんですね、度重なってくると、ふっとね、よそ事を考えたっていうか、今死ぬか生きるかって苦しんでる病人見ながらね、ふっとこの次のお休みにはどこかへ行こうかなって、そう思ったって言うんだからね、そうして立然としたっていうのね、私ってこういうその醜いあれあの人間なのか、それでも私にはとても看護婦になる資格はないって言って、看護婦さん辞めたって言うんだ。それまあこれ純情なんだ、結局ね、これ純情なんだけれど、私そう言ったのね、それだったらもう看護婦さんになれるのは成人じゃなきゃなれない。俺成人、聖女が、聖女っていう、まあ、カトリックの聖女でもそういう絶対にそういうよそ事を考えないっていう人はいるかどうか私には分からないけどね、おそらくいなかろうと思う。でこれ結局ね、それが人間っていうもんなんだ。それでね、その大切なのは、どうせこの頭で考えることっていうのはね、分泌物なんだ、頭の分泌物、こう見渡しといて、そしてとにかくその今病人を精一杯看病するっていうこの行だね、この行がね、本当の事実、そういうふうに頭でふっといろんなものが浮かぶにしても、それとは別にとにかく看病する人がいたら、これ立派な看護婦さんだ。俺看護婦さんだけじゃないですよ、我々がさ、夫婦になるって言っても、これ絶対的にね、もう、女の人と結婚したから浮気心はこの女一人でもって、細君一人であって、絶対にどんな別品を見ても心を動かさないっていうね、そういうね、男はまずいなかろうと思うんだねまあ私は私を照らしてそう思うそれでそんなことを言ってたらね、成人でなきゃね、結婚はできないそのまあ女の人の心理状態はわからないけど、少なくとも男ってやつは浮気っぽいんだから、あの、細君持っててもまた、あこの女もいいな、あこの女もいいなってそう思うんだからね。それでこれ、それが絶対にない、この細君だけっていう、
そういう成人みたいでなきゃ結婚できないってもんでもなかろうと思うんだね。でむしろそのそういうふうに思うのはどうせ浮気心は俺の頭の分泌物ってこうね決め込まなきゃ。そしてそれとは別にしかし細君をいたわる、細君は旦那さんをいたわる、これで立派な夫婦なんだ。結局全てそうだと思う。これ修行者これでもそうだ。症状大回収ってね、修行者の仲間のことをね、症状なる大回収っていう言うけれど、それじゃあどの修行者も絶対に不浄な不潔なことは頭に考え、みじんも考えないかって、そんなことはないと思う。これしょあのむしろ修行者っていうのはなかなか頭が暴れ回ってんだ。頭は暴れ回ってるけれどじっといるっていうところが修行のしどこだもん。で結局どういうことを修行するかっていうと、その頭がいろいろ暴れ回ってるけれどじっとその修行生活を続けてる。つまり頭の思いは分泌物なんだなって、そこが身についてくるのが修行っていうの。でその修行してね、俺の頭の、その煩悩が何にもなくなるってことを考えてたら、これはあの見当違い、見当外れだ。あのそれが清浄仏教のね、今の南方仏教の人たちは、これがだんだん煩悩を干せるんでいって、最後には煩悩を断滅してあらかんかを送るって、こういうふうな教え方をしてるけれど、本当にそうかなって言いたいわけだね。決してね、その修行っていうものはそんな、なんていうかな、部屋の中がこれ汚れてるから掃除してきれいにしろ、それと同じようにこうの掃除機かけてきれいになったと、それそんなもんじゃない。我々生きてる人間っていうやつはどんなことでも掃除したと思うとまたふっと出てんだ。これ因縁化和合だからね。その因縁化和合のあり方をよく知って、で頭の思いは全て分泌物でしかない、しかしやることはただやる、こういう修行するのは修行する、これをね命中に行を立つ。命中に行を立つってのね、これまあ学童四人衆にあるけど、いわゆるのあらゆる煩悩を片付けて後に行が立つんじゃないんだ。あの煩悩ぐるみのもうね始末に追えないところ、しかし行は行でただする、そこでね命中立行仏だ。この命中立行仏っていうこれ仏さんだ、これは行仏っていうね。その辺がね、煩悩を細めてってだんだん煩悩がなくなって、煩悩が片付いてから行をするとこう思ってると、これ本当に訳が違う。もう片付けたはずなのにって言って、ところがある因縁に出会ったらムクムクっとこうね頭持ち上げるんだから、そうするとこの俺は一体何を修行したんだろうってことになるもんね。そういうことじゃない。それでこういうね、煩悩は煩悩、しかしそれとは別にとにかくただ行ずるって、こういうのをね
これを式是式空即空というんだ。式即是空、空即是式ってね、そういう結びつける、そういう思いすら分泌物だ。でもうもっと直接的に式是式、空即空、これをだから原大目者とも言う。このお釈迦さんの時代はね。そして道元禅師は正常の主っていうね、首相一の修行、とにかく行事たところ、修行して行事たところ、すぐ仏さんができるんだからね。それでだから今言ったように、その頭にいろいろのそのよそごとが例えば浮かんでも、行ずれば行、これも実物として行、これが生命の実物の地盤ですね。でこれだから徳一方、通一方、愚一行、修一行とも言う。現状公案にはね、今出会ったところ、それを事実やると、それだけで、のまとめて悟るんじゃないのまとめて全ての煩悩を片付けようっていうんじゃないのね。そうじゃない、今出会ったところ、それを行じたら そこで仏さんがするできてるのが、その現れる。道元禅師がね、このマカハンニャハラミッタの巻を書かれたのはね、これが言われたいんだと思う。この般若心経だけじゃそのまだその辺がはっきりしていない。道元禅師がもう般若心経の色即是空、空即是色だけじゃダメなんで、このもう一つ実際として、我々の実際の行として、これをかの言われたいために、この、マカハンニャハラミツの巻を書かれたんだと、ね、それでこれ式是式、空即空ないと、こういうふうに改めて断られているわけですね。このた、要するにこのただこれこれ、この命中に行を立つ、ただこれこれだ、ただこれこれっていうのは、これの世界が結局あの今言う空即空、式是式の世界ですよ。これをこれはね、ただこれこれっていう言葉はね、東山大師、東山大師っていうのはあの、まあ、曹洞宗の東を取るくらい、あの、まあそのいわば道元禅師が高祖っていうくらいね、道元禅師の法系として、重要な人です。この東山大師がね、暗夜に出ようと思って、ある時暗夜に 出かけようと思うんだけど、その
師匠の雲南洞場大王将に向かって、雲南洞場禅師に向かって聞いたんですね。あなたが和尚百年の後たちまち人ありて和尚の面目いかんと問わばいかんがしたいせんっていうね。これあなた和尚百年の後っていうのはね、あなたが死んじゃってからのち、雲南洞場禅師ってどういう方ですかってね尋ねる人があったら、雲南洞場禅師の面目を一言で言うとしたら何でしょうってこう聞いたんだね。こうしたら雲南洞場大王将はただこれこれこれなんです、ただこれこれって言われた。こうしたところが登山大師のそのただこれこれがよくわかんない。こうしたら雲南禅師がね、これは大切なことだからお前もよく工夫してみろとこう言われたんで、それでそれはただこれこれっていうのを温めながら歩いてて、そしてある時クリーク雲水に出てってですね、クリークを渡る時にこう 水の上に自分の姿がふっと映ってるのを見て、そして例の私がいつも言う切に言うために従って求むることを協調として我と備えてあの芸を作ったわけですね。でこのただこれこれっていうのはこの色即是空、空即是色の世界を一言で言った。これをまた色是色、空即空とこういうふうに道元禅師は言ってるわけだ。あらゆるものはもうそうなんですね、色是色、空即空で、つまりこの次に百相なり万相なり、大体我々がだから全て赤ちゃん時代から名前を覚えて、あそこにこれがある、ここには何があるってこう一つ一つの存在物だと思ってるね。これはコップだ、これは 水差しだ、これはメガネだっつってこうみんなこうあると思っている。ところがそうじゃない、それはみんな生まれてから覚えたものでしかない。生まれてから覚えたもの、そういう抽象の働く以前、あるいはその抽象ぐるみ生命の実物はって言ったら、このあらゆるものが百相なり万相なりと、それはそれだけだ、ただただこれこれの。それで百相なり万相なり、だからつまりね、本来生命の実物世界は全てね、この色即色是色、空即空の世界です。この間ってまあいつもここへ来てもいつも私散歩の話するけど私いつも毎日散歩してるもんだから散歩の話が他に何にも私、することはないんだから、テレビの見るわけじゃなし、人とそう付き合うわけでもないし、だからあんまり話題は豊富じゃない話題って言えば空見ながら歩いてるだけ。このね、この間こういう詩作ったんだ。大空はただ大空をし、白雲はただ白雲をしている。秋である、ね、いかにもちょっと詩みたいな詩じゃないちょっと気取ったみたいな、ね、でもこれもう本当にそうだね。この大空はただいつでも大空だけだ、白雲は白雲だけだ、それでも秋だ、またこれも秋っていうのもただ秋してる。これもう、これ百相なり万相なり、それから般若波羅蜜十二枚、これ十二入なり、
また18枚の般若あり、厳に微絶身に、色相好民俗法、および厳に微絶身に、色等なり。この十二入っていうのはね、本当は、十二入っていうのはいわゆる六根六経のことですね。